FM 沖縄から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。5月25日水曜日、本日も始まりました沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。この番組は今週もゆるく放送していきたいと思います。沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話していきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。この番組はあなたの専属トレーナーになります、フロースタイル F ラボ接骨院、真心美味でご提供、居酒屋マジュン、バーガー&バーボアソルチ、以上各社の提供でお届けしてまいります。ということで本日も小浜さんがお休みなので、私キャンが代理に入っております。そして、いつもお世話になっておりますこちらのお二人が出演しております。こんばんは。こんばんは。沖縄エスパの高田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ベーシークレアのヨヘナです。よろしくお願いします。お願いします。いやエサウおめでとうございます。ありがとうございます。天皇杯1回戦はい勝ちました、ね、格上相手に勝利、はい、ということで、はい、ニュースチェックしておりました。ありがとうございます。まさかの J3 の FC 今治相手に1点前半に先制されたんですけど、うんうん、後半に4発ね。4点もね、大きいですね。4発ありがとうございます。もう得点シーンだけ見させてもらったんですけど、あの、はいはい、JFA のハイライトで結構すごかったですね。フリーキックとかブレ球だったらしいですよ、はい、安西選手の素晴らしい、はい、フリーキックセットプレーから3点入ったんですかね、うんまあ、1 2点目も義母、はいはい、義母のシュートが綺麗に入って左サイド崩して真ん中の義母が流し込むみたいな感じで綺麗に決まってて、なんかすごいなって思いました。久しぶりですねこの大きい大会で。そうですね、格上相手に、はいはい、格上相手に勝つのは初めてじゃないですかね、公式戦だと、うんうん、練習試合だったらたまにあるんですけど、うんうん、おめでとうございます。ありがとうございます。次はですね、5月29日にまず九州リーグがありまして、その後すぐ6月1日の水曜日に、はい、すぐだね、本当にアウェーで、はい、福岡県のアビスパ福岡と J1 っすね、次 J1 っす、 J1 っすよ、はい、ベスト電気スタジアムで7時キックオフで急に J1 で、はい、J3J1、まあ、一昨年サンフレッチェとやってて、あ、まあ、サンフレッチェがパトリックがいる時だったらしくて、もうパトリックすごかったって言ってました。あ、まあ、今回はね勝ってほしいなって、2回戦初の2回戦突破してほしいなって思います。そうですね、でもアビスパもまあまあ今弱くないんですよね、はい、アビスパ今強いっすね。そうそうそう、はい、まあ、J1 ね、上位が勝ったり負けたりよく最近してるんで、はい、どこがめちゃくちゃ強いってのあんまりないんですけど、はい、アビスパもね弱くはないっすね。そうっすね、アビスパ硬いっすね、はいはい、だから、まあ、連戦なんで、うちもアビスパもですかね、29日に試合、日曜日に試合して、はいはい、月か中2日で水曜日試合なので、うんうん、アウェーで、これあれ、まあ、沖縄帰ってくる、九州リーグは沖縄でるんですか。九州リーグはそうです、ホームゲームです、ね、あ、そうなんですね、西原町で。じゃあ終わってからじゃ移動に。そうですね、なるんですね、前日移動だと思うんですけど、まあ、回復コンディション調整しかできないですよね。そうですよね、もう、はい、まあ、でもこれで勝てばね、はい、初の2回戦突破なんで、2回戦突破したらどこなんすかね。いやもう全然どこか分かんないですけど、まずアビスパに集中していただいて。そうですね、はい、アビスパの前に九州リーグなんで、そうまず JFL に上がるためには天皇杯じゃなくてリーグなの で、 そうです、ね、まずはそこのリーグなんで、カテゴリーアップさせるためにね、はい、九州リーグもねやっぱりね手抜けないですからね。そうなんですよ、まあ、格上相手にね、あの試合できるのは天皇杯のいいところだとは思いますけど、僕らの目標はまずは JFL 昇格なので、はいはい、まず優勝して、九州リーグ優勝して地域チャンピオンズリーグで結果出して、はい、JFL 上がれればと思います。頑張ってください。ありがとうございます。今日新しい方からのコメントが来てるんですかね、これね。お、
コメント読めますか。はい、まず農大さんからこんばんは、今夜も来ましたよ、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。カープボーイさんこんばんは、今日もマリリン・マンソンさん小浜さんは本当にイギリスに行っちゃったりして爆笑。行ってんじゃないですか。マリリン・マンソンさんって何ですか。あ、僕のことです。あ、そうなんですか。FM コザのとあるパーソナリティにキャン君は、はい、あのマリリン・マンソンに似てるよねって言われたんです。誰ですかマリリン・マンソン。全然全然俺なんかシュプリームさんのなんかギャグかなと思う。はい、アメリカのビジュアル系ロックバンドのボーカル。あ、そう。でシュプリームさんからコメント来ております、はい、こんばんは、初見のフン・ソン、あ、ごめんなさい、シュプリームさんじゃなかったですね、初見のフン・ソンミンです。ソンミンです。あら、小浜氏はペンギンの活動にでもという。ちょっと待ってください、フン・ソンミンってなんか、あ、本名何やったかなってめっちゃ迷ったんですよ。今思いました、俺さっきその話聞かせたとしましたから、はい、ソン・フンミン、ね、ソン・フンミン、フン・ソンミン、アジア人初の得点を、はい、プレミアリーグ得点をですね、すごいですね。いや、そこをいじってくるとこまたすごいです、すごい。そして小浜さんからメッセージ来ておりますね、はい、沖縄 S ハウ、初戦突破おめでとう。ありがとうございます。じゃあおめでとうございます。シュプリームさんもそれにこうしてジャイキーを起こしてくださいませ。ありがとうございます。もう次こそもう誰が何と言おうと勝てばジャイキリです。そうっすね、もちろんですよ。でも、もう J リーグもね、大学生に負ける時代ですから。そうっすね。そんなもんでしたね。大学生強いんすよ。大学生強いっすよ。今結構あれですよね、監督 J 経験者も結構大学に入っていって、はい、大学のこの組織自体もがっちりしてますよね、はい、あのほら、偵察するやつとか、なんかそのスカウティングみたいな分析とか、そういったこと考えるとね、学生自身がね、すごく会社みたいになってますもんね。いや、すごい一つのチームっすよね本当に。学生フロートがあるんだそこにはと思います、ね、はいはい、あ、すごいですね。本当ですよ、学生強いっすね。若いし生き生きしてるし、フィジカル結構強化してくれるとこあるじゃないですか、はい、ああいったところが J のチームも嫌なんですよ、はい、嫌っすね。しかもまあまあうまいっすもんね、みんなね、はい、超下手くそじゃないですか、ね、はい、そして初めてのコメントが来ております。 MJ さん、はい、アビスパ福岡との試合やべえ。いや、もうぜひ応援お願いします。ベスト電気スタジアムまで。いや、みんなで行きますか。ぜひもう勝っていただきたいな。1日ってこと、高田さんは行ってください。あ、そっか、そっか。そうだ、1日こっちか、そっか。じゃあじゃあじゃあ現地から、じゃあ現地から、現地からリモートで、リモートでということでよろしくお願いいたします。ということで本日の、はい、何かサッカー情報等々、いや、もう今日あれ、今日はもう J リーグありましたから、 FC 琉球の試合がね、はい、はい、アウェーで、はい、大宮アルディージャとアウェーで戦いまして、はい、これ違いますね、はい、0対1で負けてしまいましたね。あ、残念ですね。残念ですね。まあまあでもアウェーなんでね、っていうこと言ってる場合じゃないですよ。ちょっとまあでも最下位脱出したんですよ。最下位脱出したのは大きいです。いや、大きいですね、はい、最下位脱出がいいのか、俺勝ち点積み上がってるのがいいのか、ちょっとどっちか分かんないですけど、勝ち点積み上げたかったっすけど ね、 ですね。結局下2チームに入っちゃったらダメなんでしょ。そうですね、自動降格、ね、ですよね、うん、はい、やっぱり勝ち点を積み上げないとね、上に行けないんで。そうですね、まあ、ホームで勝てば、はい、次ホームっすよね、多分次ホームだったとは思うんですけど、調べます。いや、もう俺徳島ボルティスしか頭になかったから。ああ、そっかそっか、次ホームじゃない、じゃなかったですか、ですよね、ほら徳島と。そうなんですよ、29日でしたよね、ナルトさんね、ほらさすが。俺も先週それ投げかけて覚えてるんです。はい、はい、29日か、行きたいな、徳島ボルティスと。ここもまた強敵ですからね。そうっすね、ナルトさんどっちかに座ってるんですよきっとね。立ち位置真ん中ぐらい、真ん中。久しぶりに見に行きたいな。小浜さんから、田中選手のシュートはハットでした、うん、次はホームだよと。小浜さん行くんすかね。行きたいってね、ずっとおっしゃってましたけど、はい、行け。僕もこの前バンフォーレ甲府との試合見に行きたかったんですけど、はいはいはい、見に行こうと思ってたんですけど、ちょっと子供が熱出した、はいはいはい、出して行けなくなって。あ、ね、はい、ね、まあ、ちっちゃいですからね、高橋ね。そうですよね、大変ですね、すぐ風邪ひくんですね子供って。うん、しゃないですね、うん、はい、まあ、FC 琉球の話は、まあ、はい、そんな感じです。農大さんから、本日の、J2 琉球戦覗くということで、あ、いいっすね、情報が入ってきております。ありがとうございます。
横浜 FC3 点、はい、グルージャ1点で横浜 FC が勝っておりますね。はい、ですでロアッソ3点、ザスパ草津が2点ということでこちらロアッソが勝っております。そうですね、うん、でツェーゲンが3点、ベルディが1点ということでツェーゲンが勝利しておりますね。はい、で次は、アルビレックスが3点、はい、ホーリーホックが0点ということで、アルビ強いっすね。アルビ勝ってます ね、 そして、JEF が2点、V ファーレンが、0点ということで、はい、JEF がジェフ、ジェフ、ジェフ、はい、勝っております。はい、そして、ファジアーノ対、はい、ベガルタは0対0のドロー。おい、モンテディオ、モンテディオ対、レノファは1対0で、モンティディオが勝っております。はい、そしてラスト、栃木 SC 対セルビアもこちらも1対0で、栃木 SC が勝っております。おありがとうございます。まあ、まだ続くって感じ。皆さん僕読めましょうか。難しいですよチーム名難しいですよ。難しいですねすぐパッとは読めないです。じゃあじゃあ高田さんがサッカーの話は全部読みます。いやもうすいません、キャンさんにこんなに読めまあ、J2 の続きほらじゃあ今日の J2 の続き、はい、トリニータ対ブラブリッツは1対1の引き分け、はい、ヴァンフォーレ対ボルティスは1対1の引き分けです。おいありがとうございます。ドローが結構あったんですね。はい、野田さんこれ J1 やった方がいいんですか。なんかすごい面白い試合してますよ。あそうですか。鹿島対鳥栖4対4とか柏対札幌6対1とか湘南対フロンターレが湘南が4対0とかなんか今日すごいっすね。なんかすごいっすね。何これ J1 今日すごいっす。すごいシュートが入りまくってますね。ね、見てる人面白いんじゃないですかね、はい、現地 でもやられてる側は嫌じゃなかった。やられてる側はね嫌でしょ。そうっすね。ゼロ4の川崎も嫌でしょ多分。フロンターレどうしたんですかね。珍しいっすね。フロンターレいや湘南もいいんじゃないですか、はい、4対4の引き分けは見てる人も楽しいでしょうね。面白いでしょうね。いやもう褒めてディフェンスは怒られてるのか、はいはい、攻撃は褒められるけどディフェンスは怒られてるの、はい、すごい面白い。ヴィッセル引き分けっすね。なかなか勝てないっすね。あそうっすか。辛いですね。はい、ナルトラさんからもコメント来ておりますね、はい、次の琉球の相手は、はい、こちらです徳島。徳島、はい、ここ3試合、2敗1分けと調子が悪うござんす。そうですね。琉球はここ3試合1勝1敗引き1引き分け。まあここ3試合だけでしょってことは琉球の方がまだここ3試合だけですから、ね、ちょっと分があるってことですよね、はい、本当にもう順位違いは徳島はねまだ上の方にいますから ね、 すね。まだまだマシですよカウボーイさんは徳島キンちゃんヌードルという。キンちゃんヌードル徳島作ってるの徳島そうなんすか。あそうなんすか。ね、多分わかんない。そうなんですね。沖縄県めっちゃキンちゃんヌードル売ってますよね。はい、めっちゃ食べますよね皆さんね。カップヌードルじゃなくてキンちゃんヌードル食うんすか。キンちゃんヌードルめっちゃ店で見ますけど、なんか沖縄が一番消費量が高いみたいな。あそうなんす。見た気がします。キンちゃんヌードルあんま食べないですね。確かに。じゃあキンちゃんヌードルあるんだ。美味しいですよ。美味しいですよ、はい、美味しいですけどカップヌードル取っちゃいますね。シーフードラーメン好きなんで。ああ僕もっすね。ちょっとね僕でもキンちゃんヌードル食べたことないんですよ。あ食べてみてくださいじゃあ一応美味しいですよ。美味しいですよ、美味しいですよ。ちょっとさっぱりしますよね、うん、カップヌードルとかに比べると、はい、確かに。そうそうそう。今度買ってみます。はい、アッキーさんなかなか思うように試合に勝てんなというのは琉球ですかね。でもなんかすごい思います。サッカーって難しいなって思いますね。うん、なんで勝てないんですかね。いやだから去年小浜さんと話してて FC 琉球がダーッと始め行った時に、はいはい、こんなシュート入るっていうのが結構入ったっていうのを僕ずっと言ってるんですけど、はいはいはい、いや入るときは入るんですよ。で入らないときは入んなくて、はいはい、どんだけいいサッカーしてても入んないときは入んないし、勝てないときは勝てないし、なんなんですかねサッカーってっていうのは常にやっぱり感じる、ね、難しいっすよね。あります。まあでもあんまりシュートが入らないこそからこそ入ったときのあのわっていう。そうですね。サポーターも含めてそんなこと言ってるけどキングスの見たって言ってたバスケに行っちゃうんですよ。あれはブサミータはしょうがないです。あんだけ70点とか入ってるのやっぱね、はい、感動っすからね。最後の最後に そんなに点数入ってるのにひっくり返すっていう、はい、やっぱりそれはまた別の意味で盛り上がりますよ、ね。はい、いや本当にバスケ見られたらサッカー面白くないんだろうなと思ってでも今日僕豊見城市内の在住小学校行ったんですけど、はいはい、ミニゲームしてて、うん、最後3対3だったんですよ、はいはい、決めた方の勝ちねって言っ
ってからめっちゃゲーム熱くなって、うん、あやっぱりでも最後1点決めた時めっちゃ嬉しそうでしたよ。いやいやそれは最後の1点やね。やっててやっててよかったってなんか思いました。いやいいっすね、こんな盛り上がってくれるんだと思って、うん、まあ、でもスポーツっていいっすね。カッコーイさんもキングスね、ブザービートやっぱりあの痺れるよねということで、琉球のメンバーなんですけど、去年からメンバーってそんなに変わってるのかな。そんな変わってないんですか。でもなんかあれですよね、浦和レッズに移籍したとか、知念とか、知念選手、人見選手って帰ってきたんでしょ。あ帰ってきましたね。若干メンバー変わってはいるんです。風間選手、はい、ほら風間兄弟が抜けたりとか、やっぱ主力メンバー抜けてるしね、故障で阿部選手の前線が薄いか、はい、あそっか、やっぱり田中が慶太選手でしたっけ、はいはい、また故障だったりとかしてたじゃないですか、はいはい、そうっす。結構あのうまくチーム作りってね、初めはうまくいってなかったんじゃないですか、はいはいはい、大丈夫ですか。じゃあ一旦 CM を挟んでちょっとお知らせもちょっと挟みたいと思います、はいはい、お願いします。一人一人の状態に合わせて適切な施術を行うエフラボ接骨院、バキ、ポキなど痛みを伴う施術は行っておりません。筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますので、なかなか改善できないという方もぜひお問い合わせください。エフラボ接骨院。新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供。店内はぬくもりのある雰囲気になっており、全ての席が掘りごたつ、6名様までの完全個室を一室完備。オープンキッチンでカウンター席もございます。王者の交番裏側、居酒屋魔順、握り寿司のテイクアウトも承っております。野菜たっぷり使ったボリューム満点のハンバーガー、一度食べたらもうやみつき、思い出したらよだれが出てくる。宜野湾市大山国道58号沿いバーガー&バーボアソルチ。はい、では CM 明けましてちょっとお知らせがございます。はい、はい、不審者情報ですね。本年5月24日火曜日、昨日ですね、午後1時20分ごろ、宜野湾市が猫にあるバス停においてバス待ち合わせをしていた女性に対し、男性が物陰から覗いたりスマートフォンを向けるといった事案がありました。男性の特徴、年齢20から30代ぐらい、中肉、白地に、青色柄のかりゆしウェア、黒色長ズボン、黒色革靴着用、白色の、軽自動車を使用ということで、警察からのお願いです。不審者を見かけたときは直接声をかけたりせずに、その場からすぐに逃げ、速やかに110番通報してくださいということでお知らせが来ておりましたのでお伝えします。気をつけましょう。はい、でですよ、お知らせってそっち系だったんですね。はい、びっくりしました。サッカーのお知らせだと思ってすいません。 OK です。はい、それでですよ、今週末29日、はい、チャンピオンズリーグが、おい、はい、決勝がいよいよあるということで、レアル・マドリード対、はい、リバプール。おお、リバプールか。あ、リバプールだから、リバプール今南野選手いるじゃないですか、はいはい、もしかして日本人が初めて決勝に立つんじゃっていう今盛り上がりがあるようですね。確かに。これちなみに何時からなんですか。夜中っすか。やっぱ夜中の3時らしいです。3時、はい、ワウワウでしか見れないです。ワウワウか、見れんな。3時のワウ、まあまあ、見れないっす。3時で地上波でも俺見てないけどさ、はい、いや僕も深い眠りについてますね。でもね、期待できるんじゃないですか、はい、そうですね、やっぱり途中出場でもね、はい、あのコンサートに結果を出してるってね、はい、さっきキャンさんからも話あったんですけど、いや必殺仕事人ですから、いや出たら大きいですよね、はい、こう日本代表と日本にとっても、うん、でましてはそこで活躍して優勝を決めたとかなったらもうすごいことになりますよね。チャンピオンズリーグとか優勝したらいくらもらえるんですかね。いくらもお金ですか。勝利給とかすごいんじゃないですか。いやもうほら、内田選手がドイツとかでももうシャルケ自体が勝利給すごかったって、はあはあ、桁が違うとかってね、 YouTube とかでもよく話聞くんですけど、はあ、チャンピオンズリーグ決勝になったらもっとっすよね。ですよね、もうね、聞いてみたいな。世界一っていう、ね、もう位置づけですから、はい、
聞いてみたいな。ぜひ、楽しみにして皆さんももし見ていただければと、はい、ちょっとぶっ込んでみました。いやいやいや、ワウワウか入ってないな俺も入ってないですけど。はい、ということでアッキーさんからコメント来ております。はい、応援の声出しが徐々に解禁されるようでよかったね。確かに、シーズン終わるまでに全面解禁になるだろうかと。いや、声出して応援したいですよね。そうっすよね。実験の結果によってね、どうなるか左右されるんですよね。はいはいはい。小浜さんは、リバプールはプレミアムリーグが結果が2位だったから、チャンピオンズリーグで優勝してほしいよね。確かに。なんかレアルが優勝ってなんか当たり前な感じしますからね。そうっすね。最近はね、バルサが落ちてきてますから、ね。はいはい、逆に言えばね、スペインリーグに関して言えばね、はい、なのでなんか、ちょっと話題性というかリバプールに勝って話題性をつけてほしいなと思います。日本人もいますからね、はい、頑張ってほしいですね。はい、と野田さんから、今日の J1 の結果も来ております。はい、じゃあこれは高田さんにお話しても。今日の J1、はい、ベルマーレフロンターレは 4-0 でベルマーレ、 FC 東京対エスパルスは FC 東京が 3-0、はい、マリノス対サンガは 2-0 でマリノス、サンガ勝てないですね。レイソル対コンサドーレは6-1でレイソル、はい、ピッセル対ジュビロは0-0、セレッソ対レッツはセレッソが2-0、アントラーズ対サガントスが4-4の引き分け、グランパス対アビスパは1-1の引き分け。うんうん、いいですねアビスパ。ガンバ対サンフレッチェは中止です。なんで中止なんですかね。中止って目指してる。なんでなんですかね、はい、コロナですか。あ、見てないですけど、なんでなんですかね。あれ、あ、天候かもしれないです。そういえば今日場所によってはなんか突風になった地域があったので。あ、そうですか。延期ではなくて中止って。まあでもどうか、まあ、延期ですよ、ね、再延期あれですか。仲間内で喧嘩したから、まあ、はい、ガンバがレアンドロでしたっけ、はいはいはい、レアンドロペレイラでしたっけ。ありました。すごい、はい、揉めてましたよね。揉めてました。庄司選手と、はい、あ、感染者が出たから。あ、そうなんだ。あ、多数出たためだよって、やっぱり感染者だったんですね。ですね、はい。カープボーイさんから、はい、チャンピオンズリーグといえば、そういえばこう今12月にトヨタカップって言ってます、はい、最近あまり聞かなかったような気がするんだけど。え、トヨタカップ。あ、トヨタカップはクラブワールドカップ選手権に変わってるんで。ああ、そう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 。え、どこであるんですか今年。え、日本であるんですか。日本じゃないですか、通年やってるの。クラブ、どんなんですか。日本じゃないですか。日本にいるイメージがあるんですけど、クラブワールドカップって。そうですね。南米王者、ヨーロッパ王者、アジア王者、オーストラリアって。日本じゃないところに行きましたよね。なんかね、行きましたよね。ですよ。だからちょっと今日本って言えなかったですけど。はい、それに大会変わってますよ。そうなんですね、バルサと中国のチームのクラブワールドカップ見に行ったんですけど、めっちゃ人多かったっすね。いいっすね。見たいですね。フロンターレまさかの大敗、はい、旗手レオ、凱旋を飾れずと、うんうん、あ、帰ってきてたんですね。スコットランドリーグ終わってますから、ね、うんうん、そしてね、ノーダイさん、サンフレッチェ、選手5人近くがコロナ感染か。サンフレッチェが頑張る方じゃなかったっすね5人も感染するってことはもうちょっとしたクラスターですね。そうですね、はいはいはい、その5人がまたね、コロナウイルス配ってるというか放出してたらまずいですからね、うん、そうですね、はい、まあ、でも、ね、空いてる期間があればそこで消化すればいいだけですからね、はい、まあ、でもコンディション調整が大変ですよね、うん、1回休んでしまうとね。そうですね。逆に言えばガンバの方はほら選手揉めたっていうのもあるから、はい、ちょっとこのクールダウン的な感じにありがたいですね。そうそう、すぐ試合よりはいいのかなって思っちゃいました、ね、はい、コウマさんから、コウマさん、そういえば今度の九州リーグデイゴスとの共同開催だっけという。そうっすね、コウマさん、地元開催でしたっけ、はい、11時キックオフでうちの沖縄スファウ対ニフスカノヤが九州リーグして、はいはい、その後午後からデイゴスとどこかがまた九州リーグ、女子の九州リーグがあるっていう、うん、2試合見れます、はい、西原町民陸上競技場で、ぜひぜひサッカー楽しんでください、はい、皆さん観戦しに行きましょう、はい、で29日あれですよね、琉球ホームゲームですもんね、はい、だから沖縄エスファウ、デイゴス、FC 琉球
三試合も見れますね。いくやついるんだよな多分な。行くやついるよね絶対。サッカー大好きな人って。いや熱い試合を皆さんで観戦して盛り上げていきましょう。はい、はい、ぜひ。はい。ということで、お時間が迫ってまいりました、本日も沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、皆さん ご視聴いただきありがとうございます、コンマさんも来週は元気に、来られていると思いますので、はいはい、また、元気な声で皆さんの前にいると思いますからよろしくお願いいたします。ではまた来週。ありがとうございます。ありがとうございます。